メイコです。フィアナだぞ。今回は開封動画を撮っていきたいと思います。久しぶりだな。びっくりマンか。違います。こちらでございます。ウフォルメーション、ワンピース、大海賊シールウェハース。こちらですね。バンダイだな。バンダイです。なぜこれを買ってきたかわかる？わからん。なんとこれには、ホロシールがあります。あるのか？ありますよ。2種類あります。なので、この2種類のホロシールを引いてやろうじゃないかと、滅びきチャレンジをしていこうと思います。前回のドラゴンボールの時は、2種類引けたので、今回も2種類引きたいと思います。頑張れ。なお、ちょっとお知らせがあるんだけど。なんだ？これね、1箱22個あるのよ。中途半端な数だな。そう、買った時変だと思いつつも買ったんだけど、家に帰って調べたら1箱20個入りなのよ。なぜ2個増える？だからおそらく最初は1箱20個だったけど、どんどん減ってきて箱の見栄えが悪くなったから、お店の人が他から詰め直したんじゃないかな。なるほど。なのでこの箱の配列は当てにならない可能性はありますので、その辺はご注意ください。それでは開けていきますか。まずはパッケージから見ましょうか。2種類ありますね。パッケージにもホロが写ってるな。そうね、やっぱり今回の売りだからね。絶対引いたるぞ。それでは開封していきましょうか。なんだこれは。すいません、私ワンピース全くわからないので、キャラについては何も言えません。有名どころならわかるんだけどね。ただいい笑顔はしてると思う。確かに。では次行きましょう。手間取ってるな。ゴム手袋なかなか取りにくいのよ。なんか取り出しやすい、いい手袋があれば教えてください。やっと取り出せたな。天狗ですね。なんか鬼滅を思い出すな。はい、3つ目いきましょう。なんか犬が出てきたな。出てきたね。もちろん私にはこのキャラはわかりません。コメントできなくて申し訳ないです。ただサングラスはかっこいい。確かに。さあ4個目いきましょう。なんかすごいのが出てきたな。頭がカニみたいだよね。羽は天使っぽいけどな。あれがいるじゃない、チョッパーだっけ。チョッパーは知ってるな。
顔見せて欲しかったな。5つ目いきますか。そろそろキラキラしたものとか欲しいぞ。今のところノーマルかな。地味なのしか出てないからここら辺で頼みます。じいさんだな。ペガサスに乗った老兵ね。ペガサスなのか。羽生えてるし、そういうことにしておきましょう。いいだろう。6個目いきましょう。ホロもそろそろ1枚ぐらいは出てほしいぞ。すごいのが出てきたな。これはシティハンターの海坊主じゃないの。すごい似てるんだけど。同じは問題になるから少しは違うのでは。そうかもね。よく見たらタトゥーもある感じだしね。漫画だとより違くなってるかもしれない。さあ次。まだキラキラした感じのは出てませんね。やばいな。やばいです。そろそろ動画映えするもの出ろ。かぶったな。なんなのよ。ほんとかぶりは一番ダメよ。コメントないから愚痴しか出ないからね。さっさと次行きましょう。なんかすごい顔してるな。一応このキャラは今回の商品のメインキャラの一人みたいだけどね。そうなのか。うん、まあ私にはよくわからないのであまり適当なことは言わないことにします。ガチ勢に怒られたくないので。さあ次行きましょうか。今のところまだホロは1枚も出ていません。知ってる。シャンクスは知ってる。なんかキラキラしてるな。そうね、なんかホロ的なものもあるね。いいじゃないの、これかっこいいじゃない。バンダイはわかってる。皆が欲しがるかっこいいシールというものが。バンダイは戻れないな。豪華なのは出たけど、まだ肝心のホロが出てません。もうすぐ一列終わってしまう。そろそろ出さないとやばいだろう。やばい。そろそろ出てくれ。なんだこれは。豚なのか、豚の三姉妹なのか。違ったらごめんだけど、普通の人間だったらごめんなさい。普通の人間には見えんがな。確かにね。ただわからないのでこれ以上のコメントはできません。さあ一列目最後。今のところホロはまだ出てません。外れ箱か。勝負はまだ終わっていない。まだまだ余裕で参る。おお、来たー。来たぞホロが。ついに引いたな。一
聞きましたよ。これは麦わらの一味ですね。これは知ってる。ホロにふさわしいシールね。やっと来た。とりあえず一枚来たぞ。あと一枚、来い。今度は右の列に行きましょう。これ先ほど出たやつではないのか。そうね。だけど、さっきのよりもレア度は高いんじゃないの。これもホロ入ってるし。なるほどな。これもかっこいいよね。なかなかいいではないの。さあ、次。かぶりなので、コメントなしで次行きましょう。かぶりはやめてほしいよな、かぶりは。きたな。来ました。2枚目来ました。成し遂げましたね。嬉しい。普通に嬉しい。これで一応ホロ2枚引けて目的は達成したので、ここで開封はストップしたいと思います。残りはゆっくり開封して楽しみたいと思います。それではとりあえず出したシールのおさらいをしましょう。まずはこちら。かぶりが2枚あったな。そうね。かぶりは嫌だけど、許容範囲ですかね。そして、この2枚。いやー、やっぱりホロはいいですよ。シール自体いいけど、やっぱり引くことに楽しさがあるね。喜びがあるよ。ホロは確かに特別感あるしな。でしょう。この輝きをぜひとも、ビックリマンの方でもお願いします。ホロのビックリマンシール欲しい。ロッティを、なんとかしてやってくれ。以上、第2回、ホロ引きチャレンジでした。また次回お楽しみに。次回も弾けたらいいな。